はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、夜書いていきたいと思います。サイファミリーは他にもアーニャとかも書いてますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。ちょっとですね、ここをシャープめに下ろしてきて、で割と顎もシャープめに作ります。髪の毛が下りてきて隠れてしまうんですが、イヤリングとかも書かなきゃいけないんで、耳の位置はですね、ちょっと軽めに取っておきます。これ耳の位置書かないとほんと何にも分かんないですね。でこっちもだいたいざっくりこのぐらいかなっていうので、先にちょっと首も取っておきます。青からちょっとさ斜めに下がったところぐらいから首で、肩ですね、鎖骨の部分で肩、反対側は耳からちょっと下がったところぐらいから押していきます。でこれも肩は左右で一緒になるように同じ高さになるような感じで、このぐらいで、鼻はですね、やっぱり先に描いた方が私はバランスは取りやすいと思うので、先にちょっと鼻を描いておきます。大体こう顎から線をこうしたところぐらいになるように斜めに、でちょっと途切れさせるようなイメージ、下を下ろします。で目を描いていきます。まず左目から描いていきます。結構夜は吊り上げるような感じでグーンと上げていきます。で最初に描いたこれが結構耳がやっぱり目安になりますね。耳のところまでグーンと思いっきり上げていって OK です。でちょっと斜めに下ろしていきます。でここ分厚めにします。厚めにするのでこういう感じで縁取りするイメージですね。で描いて、でここちょっと黒く塗っていきます。で瞳ですね、ちょっと下をすぼめる卵型みたいな、台形に近いかな、どっちかっていうと。でこっちもちょっと膨らまして、で下をちょっと一直線にするのがコツです。でこう瞳からはみ出ないようにですね。でここにまつげを 1,2,3,4 と描きます。下まつげ描きます。で黒い瞳をキュンと描いて、でここから斜めにクッと下ろします。でこっちも同じように上のラインに沿うようにギュッと下ろして、でここ黒く塗っていきます。でこれだとですね、光のハイライト部分が入らないので、ちょっとここ消しますね。消して、で光の部分をシュッと入れてあげます。すると正規が出て可愛くなります。であとは上のラインに沿って二重のラインを描いていきます。でまつげをピシッピシッ、横もピシッピシッと、で、まあ、ほとんどもう前髪で隠れちゃうんですけど、一応眉毛もちょっと描いておきます。で、反対側の右目を描いていくんですけど、だいたいこの目の最初のスタートラインは左右で合わせるので、この辺。ここの先端は合わせます。で、だいたいこの高さの最終の上がっていく、つり上がっていくラインも同じような感じで、右目を描いていきます。なので、これも二重にしていきます。で、まあ大体これで釣り上がってるとこ一緒かなっていう感じで釣り上げて、で、またここも二重にしていきます。で、こう黒くしていきます。で、瞳ですね。ちょっと下がつぼむイメージで。で、反対側。で、こっちは左目よりも、ちょっと右目の方が、これは角度ついてるから右目の方がちょっと大きく見えるんですよね。なので、もういきなりハイライトを入れられるかなっていうところで、ここの下にもうハイライト入れちゃいます。楕円を挟むような感じで入れます。で、下に下ろして。で、今度はですね、下のラインは、こっちはできるだけはみ出ないようにしたんですけど、こっちだけちょっと、右側だけちょっとだけ、あ、私たちから見てもいいですよ。右だけちょっとだけはみ出、ここを持ちはみ出させます。で、また下まつげ、チュッ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 と、4つ描きます。で、中の黒い瞳の部分ですね。丸を描いて、でシュッと斜めに下ろします。でこっち側も下ろします。でこう黒くしていきます。で二重のラインを描いていきます。これは上のラインに完全に沿わせる形で二重のラインを描いて、で前まつげピッピッと二つ生やして、で後ろですね、もうピシッ、後ろはちょっと分厚めにします。ピシッ。こっち、ピシッ、ピシッと。で、眉毛は前髪で隠れちゃうんですけど、うっすら描いていきます。で、口ですね。鼻の下ちょっと長めに取って、で、斜めに下ろしていく感じです。で、前髪を描いていきます。
まずですね、右目から斜めに上がったところぐらいから、ここからちょっとこの、眉毛にかけていくような感じで、こっちに、右手側、私たちから見て右手側に流していきます。で、細めの毛束で、で、今度、左目のこの先端めがけて、ちょっと大きめの毛束を描いていきます。で、今度またこの瞳の葉、黒い瞳の終わりぐらいめがけて、ちょっと小さめの毛束。で、今度、がっつり瞳の上のラインにかかってくるような感じで、ちょっと大きめの毛束。もう一個。ちょっと大きめの毛束。で、反対側ですね。瞳にがっつりかかっていく形で、毛束。で、この人耳の横を通る、ちょっと垂らしていく長い髪の毛を。で、これ最初に結局耳描いてからここで生きてきますね。この耳の横を通る形でスーッとしていけばいいので、こういう形になります。で、ここに、バラの髪飾りとカチューシャがこうくるくるっと回って、で、だいたい頭のイメージ、頭頂部のイメージは、この目から顎までの距離のだいたい2倍ですね。なので、このあたりにこの一番頭頂部を通る、くるくるくるっと頭蓋骨の上のラインが来る。ってことになるので、先に上のラインを描いておきましょう。これは一番上。頭蓋骨のラインですね。くるくるくるっと回る、このぐらい。で、ちょっと先にヘアバンドの部分を描いておきます。これは。で、これを先に描くと何がいいかっていうと、こっち側の髪の毛の出てくる場所のイメージがつかめるからですね。なので、ここから、ピヨーンとちょっと外に飛び出させて、また内に入って、で、外をはめ、で、また内をはめ、下の毛束と。で、こっち側の流し、反対側の流して、でも描きます。これももう耳にちゃんとかぶさっていく形で、この瞳の横ぐらいからシューッと2本出します。シューッとですね。これは上が太くて下がシューッとすぼんでいくイメージです。で、ちょっとここ。これがぐるーっと上に上がっていくみたいな。で、バラを描いていきます。ちょっとこの辺消しますね。バラはですね、なんかちょっと、あれをパキパキパキって描くとなんかバラっぽくなるかと思います。なので、まずちょっと花びら1個ピヨって描いて、で、これにくっつける形でちょっと三角を描くイメージですかね。で、ここ、もう一丁。で、ここにまたちょっとピヨピヨっと壁を取り出させて、で、こっちにですね、またピヨっと。ここを何重にも花弁が重なってるような感じで描けると、なんかバラっぽくなるかなと思います。で、ちょっとくる、くる、くる、くるっていう感じで。かなりちょっと簡略化はしてますけどね。真ん中ちょっとくるくるって描いて、で、また花弁をピヨ、ピヨと。で、あんまり厚みを作っちゃうと、この髪飾りっぽくなくなっちゃうので、厚みはちょっと控えめな感じで描いていきます。で、ピヨ。まあ、大体形整ったかなと思ったら角度を戻して、で、髪の毛つなげていきます。で、あとはここからちょっと飾り的なやつですね。取り出させていきます。あとはここで髪の毛まとまっていくので、これは髪のラインですね。髪のラインを、後ろでまとめてる髪のラインを描いて、で、あとはイヤリングを描いていきます。これももうほぼ髪に隠れるんですが、耳たぶがここですよね。なので、ここを耳に通してるイメージで、分かんなかったらもう全部描いた方がいいですね。で、ここピヨピヨと伸ばして、で、1個ブロック作って、で、円錐を描きます。アポロみたいなやつですね。で、で、ここ、縁つけると。もう左側はほとんど角度ついて隠れちゃうので飾りはちょろっとだけ花びらの花弁が見えてるようなイメージですね。でこっちは逆にがっつり耳たぶ見えてるのでちゃんとこう通して輪っかを一つ描いて
そこ、この輪っかにちゃんと通るような形で丸を描いて、ちょっとぷにょっと伸ばして、で、縁つけて、で、円錐ですね。で、また縁つけます。で、あとはちょっとこの服ですね。襟の部分は、これももう隠れてる部分も全部描いちゃった方が分かりやすいかなと思うので、一応描いていきます。まず首のチョーカーみたいな感じで、まず最初に1段目つけます。で、2段目はもう基本全部これに、平行になるような感じで、こうぐるーっと。で、まあもう3段目はちょっとほぼ隠れちゃうので、こういう感じで。で、これに縦にこうピューってラインを通していく感じですね。なのでこう線は全部普通につなげて描いちゃった方がいいですね。後で消せばいいので。であとはちょっと鎖骨のラインを入れておきます。でここまで来たら線の重なってるところを全部消していきます。まずこの耳の部分ですね。で首ももうガーッと全部消しちゃいます、ね。であとはこの重なってるラインのところですね。を消すと。いい感じになるので、こうですね。これを最初からこの部分だけ描こうとすると、まあ描けないと思います、多分。難しいですね、そこだけ描こうとするのは。あとは眉毛と髪も重なってるところとかも、目が重なってるところも全部消しちゃいますね。これもやっぱり一旦最初に描いてから、後で全部ガーって消していく方がやりやすいとは思います。で、最後ちょっと紙にタッチ入れておきます。あと、襟というか、服の部分ですね。なんかここも黒い、ちょっと手に入れて。あとは、最後になんかちょっとそのパラパラっとなる紙が描きたければということで、この目の横ぐらいから、ピュッ。ピュッと。で、こっちも、ピュッと一本出して、で、こっちは外側に出していきますね。こういう、パラってなってる毛があると、まあ、ちょっと本格的な絵には見えるかなと思います。はい、というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か、書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。